今回は、裏のギャラクシーデザインから販売されている 3D ペーパーパズルのカマキリを製作します。32ピースと少し多めのパーツの数ですが、組み立て難易度が星5つの割にはそんなに難しくはなかったです。なかなかリアルな作り込みです。カマの作りはカマキリらしさが出ていますね。しかし残念なことに触覚がありません。触覚がない分、迫力差半分ってところでしょうか。台座を作らなくとも自立して置けるので、台座作りは割愛させていただきます。このカマキリもプレゼント予定なので、当選者の方が作ってみてくださいね。わらわら。子供の頃よくカマキリを捕まえました。カマキリを捕まえるときはタイトル写真のように背後から掴みましたね。この掴む位置が上すぎるとカマキリに噛まれてしまいます。また下すぎるとカマキリの腕を押さえきれず釜で挟まれたりします。ちょっとしたコツがあるのですよね。ウフフフフフノフ。カマキリの子供を見たことありますか？1センチくらいの大きさでとても可愛いです。子供が複数いると可愛さ倍増ですね。カマキリは皆さんがご存知の通り肉食昆虫です。後方に複眼を持っているので視野が広く、餌を捉えるのにわずか 0.05 秒と俊敏な動きをします。誤解されやすいのですが、カマは獲物をちぎるものではなく、相手をしっかりと確保するためのものです。凶器といえば顎ですね。人間が噛まれても痛いです。捕まえる時には注意しましょう。カマキリのメスは交尾中にオスを食べてしまうということを知っていますか？ 100% ではないそうですが、つがいで虫かごに入れているとほぼ食べられていました。これはメスが卵を産むため、愛のための自己犠牲なのです。メスの栄養の源になることで倍以上の卵を産むそうです。メスがオスを食すとき、ほとんどが頭を噛みちぎり下の方へと食べていきます。人間の世界がこのような世界だと考えると恐ろしいことですよね。引き続き制作工程をお楽しみください。